はいどうも、ゆきでーす。今日食べていく、生き物はこちら、カメゴロウのパクリをしてみた。こちら、セミの、幼虫でーす。あれ、動かなくなったな。はい、ちゃんと動いてます。ね、先ほどですね、夜中にね、撮ってきました。で、これをですね、まあ、とりあえず洗いまして。とりあえず洗いまーす。こちらはまあフライパンでね、フライパンで、炒めていきたいと思いまーす。よし。はい、こちら。ね。セミの幼虫はね、なかなかね、夜中に行かないとね、歩いてるところ見ないんで、まああれですね。セミの幼虫を食べてみたい方は、とか捕まえたい方は、夜中に、公園とかの地面をね、調べると、います。で、結構、羽化途中のね、やつとかも、木のところにね、羽化しそうな、やつとかもいるんで。まあ、見つけてね、どのように羽化していくのかっていうのを見ると、楽しいかもわかりません。ちょっとバルタン星人っぽいですね。顔がね、バルタン星人っぽいです。それでは、炒めていきます。いただきます！オケラだって、トンボだって、アメンボだって、みんな、生きているんだ、友達なんだってって。悪く思わんでくれ。さっきからすげえあれなんだよ。捕まえたときに、飼育カゴ持ってきてなくて、それでね、あれなんですよ。ずっと手で捕まえてたらね、すげえおしっこめっちゃかけられました。悪く思うなよ。これも自然の摂理。俺のカロリーとなってくれ。俺の体の一部のカロリーとなってくれたまえ。まあ、カメゴロによると、成虫のね、セミよりも、幼虫のセミの方が身がしっかりしていて、まあ、うまいという、ことなんですが、まあ実際のところはどうかはわかりません。油を追加。油を追加して。熱い。跳ねる。ああ、なんか臭い！ものすごい臭い。カメムシの香りがする。カメムシかな？カメムシが臭い、カメムシの香りがする。昔関係ないですけど、関係ない話ですけど、昔、ダムの公園に、ダム公園みたいなとこ行ったんですよ。そこにね、あったトイレにね、トイレ入ったんですよ。その山の中にあるね。トイレに入ったら、なんと、壁と天井に、カメムシがね、
めちゃくちゃびっしりですね、あの、いてですね。恐ろしい光景を目にしました、ね。その状態でトイレ済ませてやったんだけど。あれは怖かった、ね。あれはめっちゃ怖かった。っていうかマジ、ちょっとバッてやったら多分連鎖的に、その香りに反応して、他のやつも香りに反応するして、あの香りをどうやって出すらしいんで。一匹が香り出したらそれがもう大変なことになりそうですね。あとトリビアの泉で、あのカメムシは自分の香りでね、あの死ぬらしいですね。自分の香りをあの嗅がせるとね、あの失神して、あの密閉容器にね、入れっぱなしにしとくとあれ死ぬらしいですね。あれ毒らしいんで、あの、まあ、人間には無害ですけど、あの香りは、あれ虫とかにも、あの、結構毒らしい。あの、自分で死ぬらしい。自分で自分の匂いで死ぬらしいんで。まあ、カメムシはね、臭いです。ということで、揚げ終わりました。多分、もう揚がったろ。はい。あ、かけた。お皿が割れた。ああ、びっくりした。熱っ。あれ、お皿の欠けはどこ行った？欠けは。まあ、いっか。大きな大きなお皿が。これダイソーで買ったやつなのに。割れちったよ。破片どっかにどこ行ったんだろう。塩かけて食おう。まあ、とりあえず塩だな。まあいいや。このことは一旦忘れてと。よいしょ。それでは皆さんいただきます。塩をかけてね。ピュッピュッピュッと。ああ、熱かった。それでは。いただきます。断面図。なんか黄色っぽいですね。断面図。なんか、なんていうか。なんだろう。身がすっげえ締まってる。すげえ締まってる。なんだろう、これ。表面がエビみたいな味するんですけど、中身がね、なんかね、クリーミーなね、あの油で揚げたから多分クリーミーじゃなくなって固形化されたんだと思うんですけど、何かクリーミーなような、あの、エビ味噌じゃないな。わかんねえな。なんだろうな。なんかクリームパンじゃないんだけど、クリームな、ような風味ですね。でもすげえ今まで食った中で一番身がしっかりしてた。カブトムシとかもすげえ食った気がしないっていうか、あんまり、ねえ、食った気がしなかったんですよ。一番身が締まってたね、これね。すごいなんか、わかんねえけど、味的になんかちょっとエビっぽいのはエビっぽいんだけど、なんかクリーミーだったね。多分。うん。なんか、こってりした感じ。こってり。なんかこってりしてる。こってりしてる。
うん。こってりしてた。こってり味。こってり味。こってり味ということで、エビのね、エビのこってりな、なんか、エビ味噌じゃないんだけど、そっち方面のなんか内臓っぽい味がする。クリーミーな、なんか、エビ、うん。こってり。ただ、あんまり美味しいかどうかって言われると、いや、別にって感じですね。三つ星。ご視聴ありがとうございました。